人の池二十年以上前小学校低学年の頃の体験談両親の田舎が瀬戸内海にある島なんだけど毎年夏休みになると帰省していた東京育ちの自分には綺麗な山やら海やらで遊ぶのがものすごく楽しかった一番楽しみだったのは東京では デパートくらいでしかお目にかかれないカブトムシやらクワガタやらを近くの山でザクザク捕まえられることそこには結構大きめの池があって子供だけで行くことは禁止されていたんだけど貴重なお盆休みのしかも早朝から虫取りなんかに付き合ってくれるような大人がいなかったんでその日も朝の4時前から 一つ年上のいとこと一緒に山に突撃二人でしばらく夢中になって虫取りをしていたらどこかからスッスッって感じの音が聞こえる最初は何かの虫とか鳥の声だろうと思って気にしていなかったけどよく聞いてみるとどうも子供のすすり泣きっぽい僕たちと同じように 虫取りに来た子供かな。まだ薄暗いから転んで怪我でもしたのかな。そう思って、いとこと一緒に鳴き声のする方向に向かってみたら、池の淵で3、4歳くらいの子供がしくしく泣いている。周りには誰もいない。さすがにこんなに小さい子供が一人でいるっておかしいだろう。そう子供心に思ったけど、 それより妙だったのが、その子の腰のあたりにくくられた帯のような紐が池の中にまで伸びている。その紐を目で追ってみると何かがぷかぷか浮いている。そこからも紐が伸びていて少し先に同じように浮いているものにつながっている。そんな感じで呪術なぎに1.5メートルくらいの間隔で、 合計六個のなんだかよくわからんものが連なって池に浮かんでいる。なんだこれはと思っていたら、それまで緩んでいた紐がピンと張って、子供が池の中に引っ張られていく。あっと思ったその瞬間、体が動かなくなった。視界の端でいとこも同じように固まっているのがわかる。 金縛りとかって概念がなかったから、軽くパニックになっていた。やばい。あの子何に引っ張られてんだもしかして妖怪か助けてきたろう。そんなアホなことを考えているうちに、子供はどんどん池に向かっているんだけど、その動きに何か違和感を感じる。人間が歩くときって、当然足が動くはずなのに、 その子は一切足を動かしていない。氷の上を滑るようにゆっくり池に向かっている。アホな自分はやっぱり妖怪パワーで引っ張られているという結論に達したんだけど、さすがにいとこは一つ年上なだけあってリアルにこの世のものじゃないと気づいたんだろう。ナムアミダブツ。 南無阿弥陀仏と唱え始めていた結局子供が完全に池の中に消えたのと同時に体が動くようになり一目散に山を下りていった家に帰って大人たちにさっき見た光景を話したんだけど興奮しているもんだから要領を得ない大人たちも最初はどこかの子供が溺れたんじゃないかと思って 慌てて消防団とかに連絡しかけたんだけど、俺が妖怪の仕業だって妙なことを言うから、少し落ち着かせて、俺から詳細を聞き出した。そしたら、信じられないって顔をしながらも、何か思い当たる死があるのか、俺といとこを庭に連れ出し、塩を振りかけ始めた。一応消防団には連絡して、 見に行かせたらしいけど、特に何もなかったそうだ。結局その後は、大人たちにどう聞いても、寝ぼけて夢でも見てたんだろうって、はぐらかされるだけ。何年か後に、ようやく聞き出したのは、例の池で、何十年も前に、ある一家が、受水侵入をしたってこと。その時間帯は、やっぱり、 朝の3時から4時くらいだったこと。その人数が7人だったこと。その際に全員が体を紐でつないでいたこと。地元の人たちの間では、その池は7人真珠の池。そう呼ばれているそうだ。 同調の人友人の話高校時代運動部で6時から朝練をしていたんだけど通学時間プラス準備時間で家を出るのは5時ちょっと過ぎ自転車通学で周りは至って普通の住み慣れた住宅街いわくも何もないである日いつも通りに 家から自転車に乗っていたらしいんだけど、ふと気がつくと、前方を横切ろうとしている人がいたんで、ちょっとスピードを落として、避けた。避けた瞬間に、その人の顔がすごく近くに来て、目が合った。友人は禁眼なんで、その時まで気づかなかったそうなんだが、その人、顔面が白塗り。 唇だけが真っ赤で、なぜか超笑顔。身長は160前後くらい。黒っぽい着流しで、髪はボサボサ。何を目にしたのか理解ができなくて、普通に通り過ぎた友人。数秒後に、認識。明らかにおかしいじゃねえか。そう思って、後ろを振り返らず、猛スピードで自転車をこいで、 その場を去った。生まれも育ちもその町で、そんな明らかにおかしい人の話なんて聞いたことがない。もちろん近くにそんな人が住んでるなんて話もないし、おかしな芸人が住んでいるとかもない。何かの撮影か、はたまたドッキリか酔っ払いか。まあ、たまたまだろうと思って忘れることにしたんだと。 だけどその数週間後同じように通学途中にまたそいつに遭遇やっぱり白塗りで超笑顔今度は向こう側から歩いてきた近岸といえど前回があるので数メートル手前で気がつくよりにもよって狭い一本道もし普通の人だったら U ターンなんてしたら、失礼だよな。そう思った友人。ビクビクしながらも、その人の真横を通ることにした。なんとかその人の方は見ないようにしてたんだけど、向こうが首をひねって、こっちの方を舐めるように見ていたのが視界に入る。なんとか通り過ぎて、ああよかったと思ったら、 田中くんだねー。という声が背後から自分の名前を呼ばれ驚いて振り返ると例の人が数メートル後ろからさらに一言。田中くんだねー。一瞬思考停止したが何とか気を奮い立たせて自転車を爆走その場から離れる。 なんで名前が分かったんだそんな風にうろたえていたが、考えてみたら、部活のユニフォーム通学で、背中に名前がローマ字で刺繍されていた。いや、それにしても明らかにおかしいけど、それからは少し辛いけど、家を出る時間を30分早くしたんだとさ。友人曰く、 生きてる人だろうけど、幽霊だった方がまだまし。近所にいるなんて、実在しているなんて、信じたくもない。とのことだそうだ。小さくなる影。 事の始まりは先々月くらいになります。母方の実家は結構な田舎で、わけあって私はそこで一人暮らしをしていたんですが、夜私が眠っていると、縁側の方の襖がふっと明るくなったんです。私がそれに気づいて襖の方に目をやると、そこにはものすごく大きな 人の影があったんです。人の影といっても、大きすぎて腰のあたりしか映っていなかったんですが、手の形がはっきりと見えたので、私はそれが人の影だとわかったんです。私はびっくりするだけで何もできませんでしたが、その影は私が見ていることに気がついたのか、次の瞬間には、 明かりごと消えていました。かなり怖かったですが、本当に一瞬のことだったので、夢か何かの見間違いだと思い、その日は眠ってしまいました。しかし、それからはほぼ毎日、夜中に全く同じことが起きるようになりました。最初に影が見えるようになってから、5日目くらいになって、 さすがにこれは夢ではないと思い始めました。誰かのいたずらか、目の錯覚かはわからないけど、連日連夜、外が明るくなり、襖に人の影が映るなんてことは、君のいいものではありません。ですが、誰に相談すればいいかわからなかった私は、誰にもそれを話すことがないまま、そんな状態を、 一週間ほど過ごしました。毎晩毎晩その影を見ていた私はあることに気がつきました。明かりと影は私が襖を見るまでは消えてくれないのです。そしてもう一つ、影が日に日に小さくなっているんです。最初は腰のあたりしか見えなかった影は二週間経った頃には お腹から膝くらいまで見えるようになっていました。この頃には私は、毎日のように起こるこれは、いたずらなんかではなく、霊的な何かだろうと思い始めており、影がだんだんと小さくなっていくことに気づいた時は、放っておいたら放っておけば、そのうち消えるだろうと考えたんです。私が思った通り、 影は一ヶ月もすればほとんど全体がわかるくらいに小さくなっていきました夜中にも気がつかずに寝てしまうこともしばしばあり次第に恐怖心は薄らいでいきましたそれからつい先日までは影は小さくなっていくだけで何が起こるということもなく日々が過ぎていきました 影が全身を映すようになり、髪の毛が腰まで伸びた、いかにもな風貌に、最初の頃は、この影もものすごく大きかったのだと思うと、少し恐怖したのを覚えています。そして二日前、友人の家に呼ばれたとき、その影の話を初めて人に話しました。二ヶ月前から、 ほとんど毎日影が現れていること。その影が日に日に小さくなっていくこと。今ではもう普通の人間くらいの大きさになっていること。私は影について全てを友人に話しました。すると、友人は少ししてから急に青ざめて携帯を取り出しました。お前、 頭悪いな。そう言うと、友人は部屋を暗くして、携帯のライトをつけると、その光を私に浴びせました。こっちに来て見てみろよ。心なしか、友人の手は震えていました。私は言われるがまま、ライトの近くに立ちます。あっちの壁に向かって、 ゆっくり歩いてみろ。私はわけもわからずに、言われた通りにライトから遠ざかり、壁へと歩きました。そして、壁の近くまで歩いたとき、私は恐怖で腰を抜かしました。影が小さくなってる。気がつけば、 私はこれまでに経験したことがない震えと鳥肌に襲われていました。そう。高原から離れ壁へと近づいた私の影はだんだんと小さくなっていったのです。少し考えればわかることでした。昨日見た時にはあの影の主は人間と変わらない大きさ。つまり、 妻のすぐ近くまであの影の主は来ていたのですそれからはもうあの家に戻りたくないので友人の家に泊めてもらっていますがもし気がつかないままあの家に住んでいたら私は一体どうなってしまっていたのかそれを考えるといまだに震えが止まりません 火事の後ファミレスでバイトをしていた時の話24時間営業の店で私は当時22時から朝5時のシフトで入っていたんだけどまあ結構田舎にあったから平日とかはそんなに困まないわけよでその平日の話なんだけど少し用事があったから 昼間にうちのマネージャーに頼んで、入りの時間を午前0時にしてもらっていたんだ。その用事が思ったより早く済んで、家でゆっくりしていたら、23時少し前くらいに、シフトリーダーの人から電話があって、今すぐに来てくれ、とのこと。急いで用意して、到着したのが、 23時30分くらいになったんだけど、びっくり。街の客こそいなかったものの、カウンター以外の席は、ほぼ満席。その日は特に祝日でもなく、何でもない火曜日だか水曜だったから、リーダーに何かあったのか聞いてみると、近くで火事があり、そのヤジ馬が店に来ている、ということだそうだ。 すごく忙しかったけど、所詮、家事のついでに集まったお客さん。長居されることもなく、順調にさばいていって、午前一時を回る頃には、ほとんどお客さんは残っていなかった。あとは通常通りの営業ということで、シフトリーダーと残業をしていた人が帰って、残ったのは、私ともう一人のバイトくん。 大量の食器を下げた後は、暇だったんで、私は奥に引っ込んで、厨房のバイトくんと話をしていたんだ。その子も火事の話は知っていて、どんなんだったんだろうね、と言ってきたから、私は客席から聞こえてきた噂話と、シフトリーダーからちょびっと聞いた話を、そのまま伝えました。その内容は、 出火元は近所のゴミ屋敷で大量にあったゴミのおかげで火の回りが早く全焼隣接していた木造の一軒家も巻き込んだ最低でも二人が救急車で運び出されたらしいまあこの程度のことしかわからなかったんだけど二人して怖いねって話をしていたんだそうこうしているうちに 最後のグループが退店して、店内には、私とバイトの子の二人だけになった。確か深夜の2時くらい、バイトの子は食事をとるためにバックヤードへ。それからはお客さんが来る気配もなく、私は奥で食器を磨いたり、デザート用のフルーツを刻んだりしていたんだけど、突然店の中に、 ある匂いが漂ってきた。なんというか、肉を焼いたような匂い。こんな匂いがしてくるなんて、厨房から以外考えられないんだけど、別に何かを焼いている気配もないし、そもそも厨房担当の人がいないから、調理の匂いがしてくるはずもない。厨房を見回したけど、火をつけている気配もないし、 オーブンも止まっているしかもどうやらこの匂いはフロアの方からしてくる気がするそう思った瞬間お客さんの来店を知らせるベルが鳴ったそしてベルが鳴った瞬間に匂いが強くなった最初は肉を焼いている匂いに似ていると思ったんだけどそんなもんじゃなかった 今まで嗅いだことのないような強烈な匂いで吐き気までしてきた。本当はベルが鳴ったらフロアに出なければならないんだけど、本能的にやばいと思ったというか、恐怖心が頭を独占して、足をガタガタ言わせながら、隅にへたり込んでしまったんです。匂いは消えない。何かすごくやばい気配もする。 吐き気もすごくて、もうパニック。そして、普通のお客さんだったら、店員が出てこなかったら、呼びかけるじゃないですか。そんなこともなく、無音の時間が流れて、その間、ずっと怯えていた。そうこうしているうちに、不意に空気が変わった。ペタンペタンと、 裸足の人が歩いているような音がし始めたんです。その時になり、初めて裏にいるバイトの子を呼び出すことを思いついたんだけど、声も出ないし、体も動かない。金縛りにあったように硬直してしまっており、何もできずに入り口の方を見ていた。ぺたん、ぺたん、 ぺたん音が立ち止まった時には私は発狂寸前すりガラスにはうつむいた人影が映っている途端に涙があふれてきてごめんなさいごめんなさいもう帰ってくださいそう祈ったけど無駄だったみたいその人影は ゆっくり動いた。頭を下げて、まるでお辞儀をするみたいに。真っ赤にただれた左手と、顔の上半分が、入り口からこっちを覗いた。すると奥から、バンと音がして、どうしましたという、バイトの子の声が、そこでようやく動けるようになり、 必死で目をつぶって頭を抱えながらとにかくギャーギャー叫んだしばらくしてやっと落ち着いてきた私は泣きながら事の顛末を説明その頃には匂いも消えていたその後も何組かお客さんは来たけど案内もオーダーも全部バイトの子がやってくれました その後はとにかく怖くて3日間ほど休みをもらいその後ファミレスを辞めましたちなみにその日にあった火事では死人は出ていなかったみたいだからあの存在は本当に何だったんだろう 噂の沼あれは俺が一番やんちゃだった中学生の頃の話俺が住んでいる地域には幽霊が出ると噂の沼があるまあ眺めていると水面に女の生首が浮かぶとか水面から手が伸びてきて引きずり込まれるなどという ありふれた話だが、その日、夜になったところで、友人とそこに行ってみたんだ。どうせ何も出やしないだろうと、沼の周りをぐるりと一周。最初にいたところまで戻ってきて、異変に気づいた。沼の向こう岸に、誰かいるんだ。友人は全員近くにいるから、おかしいな。 誰なんだろうそう思って近づいて確認しようとした瞬間、ドンと背中を強く押された。勢い余った俺は、そのまま二点三点して沼にドボン。幸い大して深くなかったんで、大事にはならずに済んだが、友達がふざけて背中を押したと思っていたんだけど、友人曰く、 ドボンっていう大きい音がしたからびっくりして見てみたらお前が沼に落ちていたということらしい。よくよく考えると友人とはあの時5メートルくらい離れていたから突き落とせるはずないんだよ。まあ今となってはその沼はフェンスで囲まれ立ち入り禁止になっている。 古墳の石室。1995年の春、高校の同級生が体験した話。当時そいつら、A と B は相当仲が良くて、よく B が A の家に泊まりに行っていたんだ。A の部屋は当時の俺らの溜まり場で、俺もちょくちょく顔を出していたんだが、その日は、 B だけが来ていたらしい。そんで、酒を飲みながら、ゲームをしたり、食べったりしていた。だけど、さすがに毎日のように話しているせいで、ネタも尽きてきたなってことで、肝試しに行こうって話になった。A の家は、でっかい坂の下にあって、その坂の上には、古い神社がある。 相当昔からあるらしく、いわゆる、由緒正しい神社。でも、参拝者は少ないし、夜間の照明もない。その代わりに、夜間もオープンされている。祭銭よりも、地元の寄付で存続しているらしい。まあ、田舎の文化財扱いかな。もともとは神社ではなく、 古墳だったらしいんだ。そして坂の上というか丘のあたりは、もともとは遠浅の海で、その丘は島だったらしい。その島がでっかい古墳になっていたわけ。そしてその場所に神社ができたってわけ。ネタ切れの A と B はそこで肝試しをしようと決め、 夜中の一時頃に家を出たらしい。神社は坂を登り切ったところから50メートルくらい石畳の道が続いていて階段がある。その階段を登ってまた50メートルくらい歩くと社殿にたどり着くんだ。その社殿の裏は森になっており、その森の中を200メートルくらい歩くと ぽっかりと空いた広場に出る。そこが古墳の石室が発見されたところで埋葬された女性の姿をかたどった石像が祀られている。そのコースを一人ずつ、懐中電灯を一つ持ち往復する。最初に行った奴が石像の足元に印をつけた石を置いてきて、 次に行った奴がそれを持ち帰ることで、そこまでたどり着いたことを証明する。ルールは至って単純。じゃんけんをして、A が最初に行くことになった。B は神社の入り口の鳥居前で待機。コースの往復は、ゆっくり歩いても20分もかからない。A の姿が見えなくなって、 10分、20分、30分、いつまで経っても A が帰ってこない。いい加減飽きてきた B は A を探しに広場に行くことにしたそうだ。真っ暗な森を抜けて広場に着いたら A が懐中電灯もつけずに広場の端っこで斜面の下を 見下ろしていたらしいんだ。口をポカーンと開けて、あっけに取られているような様子だったらしい。そこで B が A に声をかけようとしたんだけど、その前にあることに気づいたそうだ。A と B は15メートルくらい離れていたらしいんだけど、石像の近くから白っぽい人影が、 A の方に近寄っていたらしい。抜き足、差し足ってくらいのスピードで。B はなんだかわからないけど、とりあえずやばいと思ったらしい。そして、ぼーっとしている A のそばに急いで駆け寄って。おい、なんかやばい、逃げるぞ。そう言ったんだけど、A は、 んうん。んとか言ってる。その間にも白い影は近づいてきて、今度は B の方に向きを変えていたらしい。B ももうパニック。無理やり A の背中を蹴っ飛ばして、家まで逃げ帰った。家についてバタバタしていたら、 うるさいので、A のお母さんとお父さんが起きてきて、なんだ、と問いかけてくる。A がまだぼーっとしているから、B が事情を説明すると、親父さんは真っ青になり、神社から少し離れたところに住んでいる、神主さんに電話をしたらしい。時刻は午前3時。 そして三時半頃、勘主さん、A の両親、A と B で集まって、お払いをやってもらったらしい。はじめはどんどん太鼓を叩いて、勘主さんが、ノリトみたいなのを唱えて、あとは、誰も一言も喋ってはいけないと言われ、社殿の中で、星座。そして、 4時から5時頃にかけて、獣が喋ったら、こんな感じかなっていう、太いのにかすれた声で、日本語のようなんだけど、なんだか意味のわからない叫び声が聞こえてきて、続けて外の壁がどんどん叩かれたりして、全員ガクブルだったらしい。で、ようやく夜が明けて、6時頃。 怪奇現象も収まって、勘主さんが、もう大丈夫って言ったおかげで、全員安ど。勘主さんが言うには、あの場所は、夜は古墳の主のためだけの空間になっており、下手に入ってしまうと、その存在の、より城にされてしまうそうだ。とりあえず今回は、なんとかお許しが出たから、 心配はいらないらしいけど、今後はあの場所に行ってはいけないそうだ。で、落ち着いてから B が A に、なんであそこでボケっとしてたんだよ。と聞いたら、A が言うには、広場に着いたらなんかいきなり昼間になって、周りの雰囲気が違うんだ。 そして、磯の香りがすると思ったから、下の方を覗き込んでみたら、辺り一面海だったんだ。それで、なんだこれと思って、時間も忘れて呆然と眺めていたら、いきなり B に背中を蹴られた。その後は、急に夜になって、わけもわからず、走って帰ったんだ。そう言っていたらしい。 もし B があの時迎えに行っていなかったらどうなっていたのかその後石室の広場は夜間立ち入り禁止になったナースコールの発信場所 俺は看護師なんだけど、5年くらい前に体験した怖い話。あの日もこんな風に暑い夏の日だった。夕方頃に一般病棟で亡くなった人がいた。確か40代の女性で、末期がんだったそうだ。昼頃から容体が急変し、集中治療室へ運ばれたが、 家族に囲まれながら亡くなった。その人のいた病室は二人部屋だったが、もう一つのベッドは使われておらず、亡くなった方のベッドもすぐに片付けられ、空き部屋となっていた。その日、俺は夜勤で午後七時半に出勤し、申し送りでその方が亡くなったことと、 部部屋屋が空き部屋になっったた。ことを知ったしばらく日常の仕事に忙殺さされ書類の仕事をしていた時に突然ナースコールが鳴った他の夜勤の方が電話を取ろうとしたがナースコールの発信場所を示すランプを見て硬直していたそのナースコールは今日患者が亡くなった部屋から発信されていた 俺の方を見ながら恐る恐る受話器を取って、すぐに短く悲鳴を上げて受話器を置いた。どうしたそう言って駆け寄ると、うめき声が聞こえた。とのこと。この部屋って今空き部屋になってるよね。そう聞くとうなずいている。俺は勇気を振り絞り、 こちらから電話をかけてみたが、無言。しかし、このまま放っておくわけにもいかない。トイレをしに行った患者が、気分が悪くなり空き部屋に駆け込んで、ナースコールを押してから気を失ったかもしれない。俺はもう一人のナースをその場所に残し、一人でその部屋を確認しに行くことになった。 部屋までシーンとしている廊下を歩きながら、だんだん怖くなってきて、部屋の前で深呼吸をして、勇気を振り絞って、ドアを開けると、やはり誰もいない。いたずらかと思いながら、ベッドの横のナースコールが壊れていないか確認するために押してみると、少ししてから、短い悲鳴が聞こえた。 俺も驚いて、急いでセンターに戻り、何かあったのってナースに聞いたんだけど、きょとんとした顔で、どうしたのと帰ってきた。どうやら、ナースコールは鳴っていない、とのことだった。 監視モニター。俺はホテルのフロントで夜勤の勤務をしているんだけど、基本的には電話番で、その日の夜もボケーっとテレビを見てたんだよ。そのテレビの横に監視カメラの映像が映っているモニターが6つあるんだ。このホテルは8階でなんだけど、1階のロビーとか駐車場とか色々映っているわけ。 そのうちの二つのモニターが画面を四分割していて各階の廊下を八階分映しているわけそのカメラは各階の同じ場所に設置されていて同じ角度で映っているから画面に表示されている何階っていう表記がないとどこかわからないくらいに同じ映像なんだそれでテレビを見ていて ふと目の端に動くものを感じたから、監視モニターに目をやったら、8階の廊下に人が倒れてるの。うつ伏せでスーツを着たサラリーマンみたいな人が、まあでも酔っ払いか何かだろうと思って、清掃スタッフに内戦して8階に向かわせたんだけど、電話をしている間にその人はいなくなったんだ。 自力で部屋に戻ったのかもなぁ、なんて考えて、まあいいかと思っていたら、また倒れてるんだ。さっきのサラリーマン。今度は、7階に。さすがにこれはちょっと怖くなって、そのフロアの画面をアップにしたらさ、少しずつ進んでるんだよ。弱々しく、補福前進をしているみたいな感じで、 すぐまたスタッフに連絡して、向かわせたら、またいないんだよ。でも今度は、目を離した隙に消えたわけじゃなく、画面の手前に向かってきて、見切れたって感じ。現場に向かったスタッフも、もういないって言うから、やっぱり、消えたんだろうね。廊下の画面の手前は、従業員が出入りする扉しかなくて、 スタッフはそこから出てくるから、すれ違わないとおかしい。俺もさすがに、一人でフロントをするのは無理だと思って、清掃のスタッフを一階に呼んだんだ。それからしばらくは、信じてくれないスタッフといろいろ喋っていたんだ。そしたら、またいるんだよ。今度は二階の廊下に。二人で目を合わせて、 これはやばいってことになったらさ、ちょうどその時に外出していたお客さんが戻ってきたんだよ。1階のロビーで俺が鍵とかを渡すんだけど、その戻ってきたお客さん、ちょうど2階の人だったんだ。この事態は説明した方がいいのかと思ったけど、なんて説明したらいいかわかんないし、自分たちの代わりに、 あいつに接近してみてほしいっていう願望もあって、そのまま黙っていたんだ。2階のモニターには、まだうつ伏せのそいつがいてさ、そこにエレベーターで上がってきたさっきのお客さんが映ったんだけど、普通に素通りしてるんだ。というか、見えてないって感じで。そして何が怖いってさ、そいつがゆっくり進んでいる先には、 俺たちがいる場所への階段があるんだよ。従業員以外立ち入り禁止って書いてあるけど、鍵とかは閉めてない。二人でモニターの前で固まっていたら、ギーッってドアが開く音がしたんだよ。画面にはそいつはもう映っていないし、二人ともドアの方を凝視していたら、 テレビの音が突然消え、驚いてみると画面が真っ暗になっている。そしたら清掃員のスタッフがいきなり叫んで、ロビーが映っている方のモニターを指差し腰を抜かしている。そこには画面にドアップの中年男性が映っていて口をパクパクしているんだ。 俺もスタッフも叫んでその場から動けないまま朝になったんだけどあのサラリーマンはいつの間にか消えていたあれはいったい何だったんだろう夜に行ってはいけないトンネル いとこのお父さんが若かった頃、友達4人とあるトンネルに肝試しに行くことになった。そのトンネルは、少し人里から離れた山の中にあって、一台の車にみんなで乗り合わせていくことになった。伝統なんてものはもちろんなく、あたりは真っ暗。大勢で来たものの、 やっぱり怖くなって、車に乗ったま、まスピードを落としてトンネルを通過してみることになった。トンネルの中を、そろそろと車が進む。しかし、これといって不思議なところはない。半分ほど進んで、何も起こんねえなあなんて話を、車内でしていたところ、ドゴン。 突然の衝撃音。何事かと思って窓の外を見ると、助手席側の窓に男が張り付いている。慌てて車を発進させようとするも、突然エンスト。車はうんともすんとも言わず、一同はパニックになり、車を飛び出した。トンネルの中を一目散に向けて、明かりもない道を、 無我夢中で走る。どうにか、麓の村まで着いて、民家に助けを求めた後に、初めて気がついたんだ。Y がいない。逃げている途中ではぐれてしまったんだろうか。いや、彼は助手席に座っていた。男が張り付いていたのは、助手席側の窓だったから、逃げ出せなかったのかもしれない。 みんな自分のことで精一杯で、誰がどうしていたかなんて、全然覚えていなかった。助けに戻ろうかと思ったが、村人たちは、そんな彼らを必死になって止めたそうだ。村人曰く、あそこには、夜は絶対誰も近寄らないんだ。夜が明けてから行った方がいい。結局村人たちに止められて、 一睡もできないまま、村で朝を迎えた。昨日は、転がるように降りてきた山道を登って、例のトンネルへと向かう。車は、昨日と同じところに、ポツンと止まっていた。Y は無事だろうかと、みんな小走りで車へ近寄る。そして、Y は、確かに車の中にいた。 だけど、あさっての方向を見つめて、けたけたと笑い声を上げていた。彼は今でも、精神病院に入院しているそうだ。トンネルの中には、何が潜んでいたんだろう。 奇妙な女。幽霊も怖いけど、やっぱ人間も怖いよって話。高校時代バスケ部で、部活はいつも体育館でやってたんだけど、火曜日はバレー部が全面使うため、体育館が使えなかった。それでバスケ部は、火曜は体力づくりのために、近所の公園までランニング。 公園で筋トレをして、学校まで戻って、ランニング。そんな感じのメニューでやっていた。で、ある日を境に、俺らが公園に着くといつも変な女がいるようになった。なんか、髪はボサボサで、服も薄汚い感じ。商店の合っていないような目で、ベンチに座って、 ブツブツ独り言を言っている。とにかく、奇妙な女。まあ、最近変な奴多いしな、とか思いながら、黙々と筋トレをしていたんだけど、たまに、じーっと俺らの方を見ている時があって、じーっと、俺らの方を見ている時があって、その瞬間は、正直怖かった。 俺はできるだけ気にしないようにしていたんだけど、やっぱ高校生20人くらいが集まれば、一人くらい調子に乗る奴がいるもんで。まあ、その日はすごく暑くて、イライラしていたのかもしれないけど、A が突然、その女に切れた。お前さ、いっつもジロジロ見てくるけど、何か用でもあんのかよ。 てな感じで、確かに、いつも見られていると気になるし、集中力もそがれるわけで、A の気持ちもわからないではなかったけど、正直、あんな変な女には関わらない方がいいのに、俺は内心、そう思っていた。そして、A に怒鳴られた女は、言い返すわけでもなく、ただ、 苦虫を噛みつぶしたような顔でうつむいていた。エいもを怒鳴ったことで気が済んだのか、それ以上は何も言わず、俺たちはそのまま学校へと戻った。次の週の火曜は、その公園にいつもの女がいなかった。さすがに怒鳴られたことが聞いたのかなってことで、その日はみんな安心して、 筋トレに励んだ。そして、そろそろ学校に戻るかって時に、ふと水道の方を見たら、A が顔を洗っていたんだけど、どこから現れたのか、あの女が横に立っていた。いきなり現れたことも怖かったけど、次の瞬間、女が手に持っていたタオルを、A が水道の上に置いていたタオルと、 すり替えるのが見えた。A は気づかず、うつむいたままタオルに手を伸ばした。やばいと思った。その瞬間、俺たちは一斉に叫んだ。やめろ触るなタオルに触るな !A が驚いてこっちを振り返った。それと同時に、その女はすごい勢いで、 公園から逃げていった。俺たちは慌てて絵のところに行き、すり替えられたタオルに目をやった。タオルの内側には、マち針がびっしり刺さっていた。後日聞いた噂だと、その女は、精神病院を退院したばかりで、自宅療養中だったらしい。それから学校側が報告して、 また病院に戻されたらしいけど、いつ出てくるかと思うと、毎日怖かった。結局、卒業までその女を見かけることはなかったけど、A は今も元気にやってるだろうか。 転倒する蛍光灯夜勤のバイトを始めた頃の話。慣れない昼夜逆転の生活をしていたので、バイトのない日の夜中に街を散歩することがあった。その日は近所の中学校の横を通りかかった。窓から校舎の中の様子がうかがえる。とは言っても深夜なので当然伝統はついていない。 ふと、廊下の奥の方が明るいことに気がついた。立ち止まって見ていると、その明るさが移動した。どうやら蛍光灯が一本だけついているようだ。その蛍光灯はすぐに消えて、その隣の蛍光灯が点灯した。次は、さらにその隣の蛍光灯が、 そんな感じで、蛍光灯がついては消えていった。不思議な現象ではあったが、やがて廊下の端まで点灯していって、見えなくなっていったので、その日は帰った。それからしばらくして、同窓会みたいな集まりの時に、この話をしたんだ。話が終わった後、その中学を卒業した友人が、 こんなことを言ってきた。自分が中学生の時に校舎内に幽霊が出るっていう噂はあった。俺は見たことがないが深夜の校内を歩くだけの女の幽霊が出るらしい。そしてその女の霊が歩く時女の上にある蛍光灯だけが点灯するらしいんだ。自分の位置からでは見えなかったが もしかするとあの時点灯した蛍光灯の下には女の霊が歩いていたのかもしれない心霊スポットめぐり10代の頃ってアホみたいに心霊スポットめぐりするじゃん 俺も毎晩のように言っていた。ある夏の晩に地元で有名な橋に行ったんだけど、今まで感じたことがない寒気で鳥肌が止まらなくなって、急いで逃げ帰ったんだ。で、気持ち悪かったなぁ、なんて思いながら、眠りについたら、悲しばり。まあ、それ自体はよくあったから、 またかってくらいに思っていたんだけど、目を開けたら、布団で寝ている俺の周りを、何人もの人が、ずっつずっって、音を立てて、歩いている気配がしたんだよ。怖くなって目をつむると、さらに足音が大きくなって、気配も強くなった。マジでビビっていたら、急に、 ゴーと、飛行機が飛ぶような音がしたんだ。その瞬間に、気配が消えた。恐る恐る目を開けたら、そこには誰もいなかった。ふと携帯で日付を見たら、その日は終戦記念日。あの飛行機は、戦闘機だったのかなって思ったら、なぜか涙が出てきて、 悲しくて悲しくて仕方ない感情に襲われたんだ多分心霊スポット巡りをしていて戦時中に逃げた人を連れてきちゃったんだなそれ以降なぜか気が向かなくなって心霊スポット巡りはやめたよ今ではもう金縛りには合わなくなった 山の中にそんな町あるわけない私が小学校低学年の頃の話です私の実家は土田家にあるのですが家の裏手に山があります人の手があまり入っておらず私は私はよく犬の散歩で山のふもとや少し入った山道を歩いていました 梅雨が明け、暑くなりだした頃だから、7月だったと思います。いつものように山道に入っていくと、犬が急に走り出そうとするんです。それじゃあ走ってみようかって、一緒になって走って、気がついたらいつもより険しい山道に入ってしまったようでした。15時くらいに家を出たので、まだ明るい時間帯のはずなのに、 山の中は薄暗く、不気味に感じました。来た道を戻ろうと引き返し始めると、途中で道が途切れていました。かなりデタラメに走り回ったから、場所も方角もわからなくなってしまったのです。涙目になりながらも、それでも、下に下に降りていけば、山からは出られると思い、草だらけの道なき道を、 犬と一緒に降りていきました。しばらく山を降りていくと、だんだんと周囲が明るくなり、夕焼け色の空が木々の合間から覗きます。こんなに時間が経っていたのか、早く帰らないとお母さんに怒られる。そんなことを思いながら、さらに山のふもとを目指していると、トンネルの脇に出ました。 トンネルの向こうからは夕焼けの光が見えます人工物を見つけることができて安心した私はそのトンネルを抜ければどこか知っている道に出られると思いトンネルの中を犬と一緒に走りましたトンネルを抜けるとそこは緩やかな盆地に作られた街のようです家がたくさんあり 夕焼けが屋根を照らしています。こんな街があったんだ。と、少し興奮しながら山のふもとに降りる道を聞こうと私は街へ向かいました。トンネルから街に入る道の右側に民家があって少し離れた場所から道の左右にずらっと家が並んでいるのがわかります。 街に近づきながら、誰かいないかなと思っていると、トンネルから一番近い民家から、おじさんが出てきました。犬を連れた私が近づいてくるのを見て、笑顔で挨拶をしてくれます。私も挨拶を返した後、ふもとに降りる道を尋ねました。すると、おじさんは不思議そうな顔で、 今、君らが来たトンネルを抜けて、そこから山道を下れば、ふもとに出られる。そう教えてくれました。この街を抜ける道を聞きたかったのですが、まあいいかと思い、お礼を言って引き返そうとすると、おじさんが、私の名前を尋ねてきました。私は、山の近くに住んでいます、〇〇です。 と答えると、おじさんは納得したような顔で頷きながら、ここら辺は夜になると、野良犬がうろつくから、早く帰った方がいいよ。そう言って、トンネルを指さします。私は再度お礼を言って、トンネルに引き返しました。途中で振り返ると、おじさんが私を見ながら、手を振ってくれていたので、 私もお辞儀をしてから手を振り返しました。トンネルに入る前にもう一度振り返ってみると、おじさんはまだ家の前にいたので、また手を振りながらトンネルに入りました。そこからトンネルを抜けて山道を下っていくと、さらに周囲が明るく開けて、知っている道に出ました。 今日は歩き回ったね。なんて犬に声をかけながら家に帰る途中。まだ夕日が照っていないことに気がつきました。あれとか思いつつ家に帰り着いたのは16時半くらいでした。家に帰ってからその日の冒険を母に話すとそんな街があったんだね。 そう不思議がっていました。夜になって、父親にもその話をしましたが、山の中に、そんな町あるわけない。と、その一点張りで、さらに、あまり山の中でうろちょろするなと、軽く怒られました。私はもう一度その町に行こうと思いましたが、トンネルも、そのトンネルから降りた道も、 見つけることができませんでした。その年のお盆に家族や祖父母と一緒にお墓参りに行きました。それまでに何度か訪れたことのある墓地を見た瞬間、妙な既視感を感じました。なだらかな丘に道があり、その左右に墓が並んでいて、そして墓地の入り口から一番近いお墓が、 私の実家のお墓です。当時の私は、それを理解した瞬間に、本気で泣きました。り、その理由を聞いて、祖母が、そのおじさんに、しっかりお礼を言わなきゃね。そう言って、お墓を磨かせてくれました。あの時のおじさんの顔は、ぼんやりとしか覚えていませんが、 しかし、最近年を取った父親の顔を見ると、なんとなく、こんな感じの顔だったなぁ、なんて思います。あまり怖くなくてすみません。ただ、もしそのおじさんに出会っていなかったらと想像すると、未だに私は、怖いです。 チャンネル登録と皆様のまたのご来店心よりお待ちしております